私の夏はこうかもしれない。こんにちは、シエルです。今日はですね、私の夜過ごすとき使っているものをね紹介したいなと思います。まあバスタイムアイテムだったり、寝る前にこうリラックスするために使っているものとかを紹介したいと思います。最近使っているヘアケア商品は、美容師さんにおすすめされたナデルという商品のものを使っています。こちらシャンプーが泡のものになっていて、であとはトリートメントとブラシがついているセットですね。こちら楽天で購入したんですけど、今はそちらを毎日使っています。で、今回ちょっとね、新しくね購入したものがあって、洗顔なんですけど、こちらサンソリッドスキンピールバー AHA マイルドという、洗顔石鹸ですね。夜の洗顔のアイテムとしてちょっとこちらをね使おうかと思って新しく購入しました。こちらの洗顔の石鹸を買った理由が、美容系 YouTuber の川西美樹さんがツイッターでねこちらを載せてて、ですごい気になったので、これね皮膚科で買ったんだよね。皮膚科にこう4色ぐらいポン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 って置いてあって、あ、これだと思って、川西美樹さんがずっとこれをリピ買いしてますみたいな感じで言ってたので、こちらをねちょっと買ってみました。私が買ったのはこのブルーの色のマイルドのものなんですけれども、皮膚科の先生に聞いてみたの。これね、あれなんだって、忘れたからちょっと調べる。ピーリングっぽい感じで、洗顔後に肌が突っ張る可能性があるから、なのでマイルドから始めてくださいってその皮膚科の先生に言われたんですよ。メディカルスキンケアっていう、あっ、お試しセットがネットで買えた。朝と夜両方使えるらしくて、こちらの大きさで2200円なんですけど、敏感肌と乾燥肌の方向けのようです。角質ケア成分 AHA を配合したピーリング石鹸ビギナーの方におすすめの石鹸ということで、やっぱ初心者はこれ。黄緑色のものがあって、こちらがスキンピールバー AHA。 普通肌と、オイリー肌の方ですね、この次の上が赤いものなんですけど、こちらがスキンピールバーティートリーというもので、さっきのも2200円だったんですけど、この赤いものはちょっとお値段が高くなって2750円ということ でオイリー肌とニキビ肌の方向けらしいです。毎日の洗顔でニキビ予防に、角質ケア成分 AHA 1.0%ティートリーオイル配合ということで、さらに上がブラックの石鹸です。スキンピールバーハイドロキノールという、こちらはねくすみ肌の方向けで5500円と一気に値段も上がります。でこちらは角質ケア成分 AHA BHA に加え、ハイドロキノンを配合、くすみが気になる肌にということで、皮膚科の先生が言ってたのは、その黒いやつはシミとか美白ってさ、トーンを上げるみたいな感じなんだね。こちらの石鹸すごい大きいんですよ。だからそれこそちょっとさ、試供品試してみたかったんだけど、私が行った皮膚科にはなかったんですよ。サイト見るとスキンピールバーミニ4種セット、泡立てネット付き、100均で泡立てネット買ってよ私。これは先ほどの4種類のミニ石鹸が4つ泡立てネット付きで1320円。こんな泡作って洗顔してるの見える。泡立てネットで泡立てたら泡をね乗せて置くらしい。まあ強くこすらずにってことですね。ほんと大きいのよ。わあ、すごい色だよね。メディカルスキンケアって書いてあるぐらいなので、お肌の悩み抱える人にはおすすめかなと思います。でもさ、本当皮膚科の先生に言われたの、なんか私欲張りだからさ、なんかさ高いものの方がいいんじゃないかみたいな意識があるわけ。ちょっとこの高めの方どうなんですかとか聞いてたんだけど、最初から強いのやると結構突っ張るらしいんで、なんか本当初心者の人はまずねこのマイルドから入った方がいいらしいです。そう、皮膚科の先生はね絶対他のね買わせてくれなかった。あなたはマイルドですって言われたんで、まあ、マイルド買ったんですけど、やっぱこれ大きいからカットして使おうと思うんですよ。切ってちっちゃくね。それ用にこれを買ったの。キャンドゥで買いました。キープドライキープドライって書いてありますね。こちらのケイソード、これは水を吸ってくれるんですよね。ミニサイズに切った石鹸を、使ったらここにポンって置こうと思って、後でこれにまつわる泣ける話をしますね。
はい、ちょっと一旦置いときます。最近夜はちゃんとお風呂に浸かろうと思っていて、そんなお風呂タイムにはこちらのバスソルトを最近気に入って使っています。こちらね、アフタヌーンティーで購入したんですけども、こちら5個入りで1000円だったんですけれども、毎日の楽しみに使っています。やっぱちょっといい入浴剤、バスソルト使うとさ、やっぱ気分上がりつつリラックスしつつみたいな感じで、うん、使ってます。いつもお風呂の中にお水とか炭酸水を持ってくんだけど、いつもさ、このウィルキンソンの炭酸を買うんですよ、ケースで。ちょっと前にこちらのレモンを買ったんですよ。でこれもすごい美味しかったんですね。この季節に新しく出たのがウィルキンソン炭酸ピーチという、こちらをね買ったんですよ。こちらもケースで、一口目のその口に入れた瞬間はピーチで美味しいんだけど、後味があんまり美味しくなくてちょっとがっかりしてるの。香りも桃でいいし、だけどちょっと違ったなっていう。やっぱねノーマルが一番でした。こちらはいただき物なんですけど、小型扇風機、撮影する時の髪なびかせタイムではいいかもっていう涼しくなるグッズなんですけど、お風呂出るじゃん、すごい暑いじゃん、汗出ちゃういそうじゃん。お風呂上がりは、バスタオルで頭巻いて一回海外ドラマを見る。ここ海外ドラマの部屋なんですけど、ここね一旦ごくごく飲んで、これでこうですね、でこうみたいな感じで、はい、それ涼んでから髪の毛乾かしてますという、どうでもいい情報でした。最近寝る前にリラックスするために使っているものがあって、それがこちらです。アンミングプラスというリネンミスト、はい、柑橘系の香りということで、こちらを枕にシュッシュッとしてから寝ています。柑橘系の香りは心身の緊張がほぐれリラックスを促すとも言われていますが、アクティブで明るい気持ちを誘います。アンミングプラスは眠りと目覚めに心地よい香りですということで、一番好きなのがその柑橘系の香りで、なんか友達がこれ使ってるらしくて、それで教えてもらってこちら購入しました。 Amazon で1622円ということで、はい、すごいいい香り、リラックスできるというわけで、そんな感じのリラックスアイテムでした。このケースードの話して、これ100円均一のキャンドゥで買ったんですよ。レジの一歩手前でこれね落としちゃったんですよ。でバリッバリに割れちゃったんですよ。で、あーみたいな。これを買いに行ったその1日がうまくいかないことがすごい連続で続いていたんですよ。ここでまたこれを落として割っちゃうし、今日本当に残念な日だなと思って、これバリバリに割れて粉みたいになっちゃって、まあでもまあいいやと思ってさ、そのままレジにさ、買いたいものも含めてこれもね一緒にポンって置いて、でお会計をねこう待ってたんですよ。そしたらさ、レジにいたお兄さんがさ、あーみたいな、これ割れちゃってますね、変えてきますよみたいなことを言ってくれたんですよ。そうだけど、いや私自分でこれ落としちゃったんで大丈夫ですみたいな、買いますって言ったんです。そしたらレジのお兄さんが、あ大丈夫ですよって言って、新しいこのケイソードに変えてくれたんです。でもいやいやみたいな、大丈夫です、自分が壊しちゃったんで買います買いますって言ったんですけど、新しいのをね遠くから持ってきてくれて、ほんとその日一日残念なことが連続して起こってたから、そのキャンドゥのお兄さんの対応がすごい嬉しくて、私の中でこれキャンドゥ物語って言ってるんですけど、このケイソード見るたびになんか嬉しい気持ちになる。ありがとうございます本当に。で、まあ、お兄さんのおかげもあってこうルンルンで帰ってきたんですよ。でそのキャンドゥで最近暑いっていうのもあるし、洗顔するときにヘアバンドが欲しかったんですよ。でヘアバンドもキャンドゥで買ったんですよ。でいろんな種類あってさ、なんか猫耳のがあったんです。ヘアバンドなんてお家で使うものだから、なんかまあちょっと可愛くてもいいかなと思って買ったんですよ。そのヘアバンドがこれなんですけど、この猫耳がねちょんってついてて可愛いですよね。家帰ってきても前髪とかあげたかったから一回これねつけようとしたんですよ。したらさ入んないの。そうで、あきついなと思いつつも、なんか無理やりグンって入れたの。したらここの首でギュンってなったの。これは子供用の買っちゃったなと思ったんですよ。そしたらさ、これさ、そのタグ見たらさ、シュシュって書いてあったの。これヘアバンドじゃなかったの。シュシュにしたらでかくない？ヘアバンドがバーってあって、ポンって置いてあって、ヘアバンドじゃんって思っちゃったの。ポニーテールとかしてくるくるって二重にしてつけるみたいな正しい使い方。こうちょっとシュシュ挑戦してみます。頑張れば入るんだよね。来ました。首キューンになってる。この時点でサイズミスったと思ったんですけど、まさかシュシュとは思わなかった。頑張れば、ふぅ
めちゃくちゃきついけどいけたよ、猫ちゃん。ここにはまるとぴったりっちゃぴったりかもしれん。上に上げるところまでがもうきつくてきつくて、なんかでもどう？はい、という感じでした。だから洗顔とかする時もそうだし、お家でリラックスする時も普通に使えるヘアバンドが欲しかった。私の夏はこうかもしれない。これが私のキャンドゥ物語でした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。